ああ、じゃあ、まだったか。その様子だと、無事に出迎えできたようじゃの。やお、琴浦じい、久しぶりだな。お主は千歳か。いやはや、ちと見ぬうちに大きくなったものじゃの。じいさんって、ちょっと顔を合わせずにいるとハンデをしたみてえに同じセリフを言うよな。そうは言うても、百の弱いを重ねると一年がほんの一月に思えてしまうものでの。変わりないようで何よりだ、琴浦王。お主は和也かの？こりゃまた大きくなったものじゃの。以前先代に連れられてここに来た時はまだほんの子供じゃったのに、時が経つのは早いの。あんたらはほんと変わらねえよな。俺がガキの頃からずっとじいさんのままだし。いやいや、そうでもないのじゃよ。ここのところ物忘れが激しくての。もう年じゃろか。ん？なんじゃ銀王。なになに？そんなことはない。まだまだ若いじゃった。ありがたいことを言ってくれるの。おいおい、鳥にそんなことわかるわけないだろう。ちょ、おい、何するんだ。バカにするなと言っておったぞ。勝手に通訳すんなって。鳥の言葉なんてわかるわけないだろう。いや、そんなことはありゃせんぞい。動物とも心を通わせることはできるものじゃよ。そうじゃそうじゃ、おじゃは素直じゃの。まあ、素直であるのは確かだが。お前、少しは相手の言葉を疑うってことを覚えた方がいいぞ。ところで王女、結界の様子はどうだったのじゃ？やはりか。いや、直接関係あるのかはわからんのじゃが、わしもここに来る途中、大阪にどこぞの国の兵が集まっておるという噂を耳にしたものでの。そのようなこと、お嬢が気にする必要などないわい。
よう、月島じい。ガキの時以来だ。ようやく来よったか。背だけは一人前に育ったようだが、口の利きようはなっとらんな。月島王、ご無沙汰している。和也とは数年ぶりか。どうだ、剣の腕は上がったか。月島王には及ばぬが、一族を守るくらいにはと自負している。なるほど、それは楽しみだ。ここにいる間に見させてもらうぞ。月島王とは里が近い。それもあって何度か剣を教わったことがある。和也は剣の筋がいい。鬼の中でも一二を争うだろう。待てよ、一二ってことはもちろん一番が俺で、こいつが二番ってことだよな。ずいぶん自信があるようだな。お前の剣も後でゆっくりと見させてもらおう。ところで月島王、先ほどのそのようなこと気にする必要はないというのはどういうことだ。そのままの意味だ。人の世界で行われていることにいたずらに干渉するべきではない。俺もちょっと引っかかってたんだ。なんでだよ、こいつは仮にも十騎衆の一員だろ。里に閉じ込めて世間知らずなままにしとくのはまずいんじゃねえのか。人という生き物と関わりを持ってはならぬというのは鬼の掟だ。世間知などは書物で得る知識でこと足りるわい。それともお前はまさかその世間知とやらを身につけるために人間と関わっておるのか。そんなはずねえだろ。鬼の掟については棟梁になった時に嫌ってほど聞かされたしな。他の棟梁たちはもう揃っているのか。来ておるぞよ。四国の一族の者はまだ到着しておらんようじゃがの。他の皆、塩見や和武や新はとっくについて中でお主たちを待っとるぞい。ぎ、和武の野郎も来てんのかよ。来たばっかりだけど、俺もう帰りたくなってきたな。何を言っておる。挨拶もせんで帰る奴がおるか。さあついてこい。いや、俺あいつのことだけはどうも苦手なんだよ。しばらくぶりじゃのお嬢。人見ぬうちに一段と美しくなったの。鈴鹿御前が生きておった頃のことを思い出すわい。何を抜かしておるか。鈴鹿御前が生きておった頃はあんたは影も形もなかっただろうが。
いや、ありえんとは言い切れんぞい。なんせ塩見じいは我々の中では一番の年長者じゃからの。いやいや、年長者といってもここまで年を取れば琴浦も月島もわしと変わらんじゃろうて。いや、全然違うだろう。塩見と比べたらわしなんぞまだまだひよっこぞい。しかしじいさん三人揃って年自慢かよ。ま、その考え方だと俺なんか卵にもなってねえよな。自分のことがよくわかってるじゃないか。おおむねその通りだろう。ぎっ、この声は。よう千歳、和也。久しぶりだ。元気だったか。和武か。久しいな。俺は元気だ。そうか、そいつはよかった。手おい千歳、なんで逃げようとしてる。お前らここに着いた早々、その娘相手に大人げない真似をしたらしいな。待てって、どうしてさっきのことがこんなに早くバレちまってるんだよ。さあ、どうしてじゃろうの。壁に耳あり、障子に目ありというからの。答えになってねえって。そもそもさっきの場所には壁も障子もなかっただろうが。俺は千歳の誘いに乗っただけだ。責任はすべてかの者にある。なんだよ、裏切るのか。お前だってやる気満々だったじゃねえか。そういう反応をするってことは、叱られるような真似をしたって自覚はちゃんとあるんだな。そいつは結構ってことで。なんなんだよこりゃ。千歳はともかく、俺まで殴られるのは納得いかんぞ。じゃあ納得できるように説明してやる。誘ったのは千歳かもしれないが、それに乗った責任はあるだろう。いくら手合わせとはいえ、女相手に二人がかりで挑むなんてみっともないと思わないのか。いや、そりゃその、こいつは女だが一族の棟梁でもあるわけだし。やむにやまれぬ事情があるわけでもないのに、同族に刀を向けるのは褒められたことではないぞい。ま、力が有り余ってるんならちょうどいい。後でじっくり揉んでやるから覚悟しとけ。いや待てよ、お前のバカ力と一緒にするなって。そういや、自己紹介がまだだったな。俺は十騎衆の一人、漂白の者和武だ。鈴森家の棟梁だな。よろしく頼む。それよりすまなかったな。こいつら悪いやつじゃないんだが、調子に乗りすぎるところがあってな。
ずいぶん礼儀正しいんだな。じいさん方の教育の賜物か。この娘がこう言ってるから、あんまりきつくしごくのは勘弁してやるが、初対面の女にいきなり刀を向けるのは棟梁としても男としてもあるまじき行為だ。覚えとけよ。心得ている。ちょっと手合わせしたのは本当だが、俺は先輩として十騎衆の厳しさを教えてやろうと思ったんだよ。何すんだよ。本当のことを言っただけじゃねえか。どうもお前は口であれこれ言ってもわからんらしいな。わかるまで教え込んでやるか。何、心配はするな。お前と違って刀は使わないさ。バカ言ってんじゃねえ。お前の拳は刀よりよっぽど危険な代物だろうが。いや、これは争いじゃなくてな。悪ガキにちょっとお灸を据えてやるだけさ。いや、あのな。やれやれ。沖縄たちの秘蔵子は随分と頭が固いご様子だ。まだ若いのにそんな凝り固まった考え方をしていると、将来和武のようになってしまいますよ。おい、それはどういう意味だよ、シン。名を尋ねるときは己の素性を明かしてからというのが最低限の礼儀だと思いますが、お三方から教えを受けていたとは思えないほどの対応ですね。厳しい修行に明け暮れていて、鬼としての立ち居振る舞いや礼儀作法は学んでいなかったのでしょうか。おや、不注意とはいえ、千歳と和也には自ら姓を名乗ったのに、私には教えてくれないのですか。なるほどなるほど。彼らとは懇意にするけれど、我が一族に気を許すつもりはないと。よく理解できました。それでは今後、鈴森家の皆さんとの付き合いを考え直さねばなりませんね。ご来通りと言いましたが、その作法は本当にご存知だったのですか。さっきあの二人から聞いたばかりなのでしょう。どうしてと言われても、その凝り固まった頭で考えてみたらどうです。自分で考えようともせず、すぐに答えを教わろうとするのは、
賢明とは言えません。どれだけ出来が悪かろうとも、頭は頭です。使わなければどんどん退化するばかりですよ。シン、あんまりいじめてやるな。知恵熱が出そうなぐらい真剣に考え込んでるじゃないか。やれやれ。やはりわかりませんか。正直言って落胆させられましたね。シンの言うことをあんまり真剣に受け止めるな。こいつは若いやつをこうやってネチネチいたぶるのが趣味なんだから。ネチネチとはご挨拶ですね。私の口から出る言葉は全て正論ですよ。お前な、そろそろそういう性格直した方がいいぞ。面白いですね、あなたは。いえ、お気になさらず。意外な答えに驚いただけですから。いいですよ、じっくり考えてみてください。頭というのは生きている間に使わなければ意味がありませんからね。そういえば、あなたの名前を聞いておきながら私が名乗らないのも失礼でしたね。私は神、二つ名を西国の秋津神と申します。その身に神を宿す者とか、地上にありながら神でもあるとか、まあそんな感じの意味だな。真の一族は教理では人間たちから神のような存在として崇められておるのじゃよ。まあ人間に崇敬されたところで何の自慢にもなりませんがね。人間というのは自分より優れたものを目にすると崇め奉るか迫害するかのどちらかですから。なあ月島じい、こいつ、じいさんたちからいろいろと教わってるんだろう。なんでこうも世間知らずっつうか、知識とか礼儀とかがずれてるんだ。体術や刀の扱い方、銀を教えきする方法や読み書きについては教えたつもりなのだがの。知識や礼儀については三人がバラバラに教えたのでいろいろずれてしまったようだ。特に女子としての振る舞い方については十分に教えてやることができぬでな。だろうな。さっき会ってから今まで女らしいところなんて欠片も見てねえもんな。
もう、それはさっきから耳がタコになって踊りながら海に帰っちまうぐらい聞いたって。そういえば、和武の漂白という言葉の意味をあなたは知っていますか？やはり知らないようですね。十騎衆の一人ともあろうものがこれだ。まあそう言うな。普通は知らない言い方だ。住処を持たない道々の者って意味だ。俺の一族は里を持たずに日の本のあちこちを転々としてるからな。道々ってのはいろんな奴の集まりさ。芸者、家事、医者に、いろんな道に熟練した者たちってことだ。各地を放浪して得た情報というのは、八瀬姫の予言とはまた違う意味で貴重なものじゃからの。だからこそ八瀬姫も我らも彼らの一族には一目置いているというわけじゃ。それに和武は今時の若い者には珍しく実直で責任感があるからの。うん、我々が亡くなった後、十騎衆を率いていくのは和武だろう。あんまり持ち上げても何も出ないぞ。何を言っているんです。あなた以外にそんな大役をこなせる者がいるとでも？お前も年は俺とそう変わらないだろう。いえいえ、私はそんな器ではありませんよ。何よりそんな役目を仰せつかるのも面倒くさいですしね。面倒くさいってお前な。おそらく姫の予言を聞いたらすぐに帰ってしまうとは思うのじゃが、ここにいる間だけでも和武から多くのことを学ぶことができるはずじゃ。良き手本とするのじゃぞ、お嬢。いや、そもそも俺も他人にあれこれ教えられるほど立派な鬼ってわけじゃないんだが、よろしくな。ここにいる間だけでも仲良くやろうぜ。しかし十騎衆全員に召集がかかるというのは珍しいな。十数年ぶりではないか。確かにそれぞれ個別に呼び出されることは何度かあったが、全員集合ってのは久しぶりだよな。それについては全員揃った後に姫の方から話があるはずじゃ。その前に姫がお嬢と何やら話したいことがあるそうじゃ。姫のところへ行ってくれるかの。来てくれたのね。いいわよ、入って。他の棟梁たちはもう揃ったのかしら。四国の鬼が来ていないって何かあったの？一晩待ってみることにするわ。明日になっても来なければもう一度文を出します。
あなたまさかその格好で他の棟梁たちの前に出たの？おかしいわよ。まるで男の子みたい。年頃の女の子なんだから、もっと綺麗な格好で出迎えればよかったのに。もう、こっちへいらっしゃい。このかんざし、私があなたぐらいの年の頃に使っていたものなの。あなたにあげるわ。いいじゃない。私はもう使わないんだもの。だったらあなたが使ってくれる方がいいわ。ほら、じっとして。髪を溶かせないじゃないの。女の子であることと棟梁であることは矛盾しないわ。もしかしたら今日集まった棟梁の誰かのお嫁さんになるかもしれないのよ。あなたもそろそろそういうことを考えなきゃいけない年でしょ。じいさま方は何も言わないの？やっぱり言われてるのね。棟梁として未熟だから恋愛や結婚をしちゃいけないって誰が決めたの？むしろ未熟だからこそ相手の男性に成長させてもらったり、お互い磨き合ったりできるんじゃない。そうよ。はい、可愛くなったわよ。これなら皆あなたに一目惚れ間違いなしね。そのかんざし、私だと思って大切にしてね。本当はあなたがお嫁に行くまでそばについててあげたいんだけど。姫、お嬢はまだこちらにおりますかの？お嬢、すまんが、夕飯の支度を手伝ってきてくれるかね。どうも、手が足りんらしくての。なんじゃ、大事な話の最中だったかの？いいえ、話ならもう終わったから平気よ。手伝いに行ってあげて。詳しい話ならまた夜にしましょうね。